なあ霊夢。うん？ニコ動のコメントを大量に表示してる動画あるじゃん。あれってどうやってやってんだ？あれは元の動画ファイルとコメントファイルを結合させて出力しているのよ。でもニコ動でこんな大量のコメが一気に流れることないぞ。今では一度に表示できるコメントの数に上限があるからね。じゃあニコ動のプレイヤーは使わないってことか？そういうこと。とりあえずツールの導入方法を説明するわね。今回はコメオンとサキュバス 1.x を導入します。と言ってもやることは簡単。まずはコメオン。サイトに飛んでダウンロードをクリックして DL します。OS が 64bit なら上、32bit なら下をダウンロード。Windows 11の人は上だね。あと必要な人はページの下の方にあるここからマイクロソフトのページに飛んで、ランタイムもダウンロードしておきます。ダウンロードしたら実行。すでに入っている場合はこうなります。入っていない人は続行してちゃちゃっとインストールっと。続いてサキュバス。これもさっきと同じです。そして Java のランタイムがない人、アップデートをしていない人は更新をしてください。最後にコメオンとサキュバスの ZIP ファイルを展開。これで導入は終了です。さてここからコメントを大量に取得していきます。まずコメオンエグゼを実行します。実行するときにこういうのが出てきたら、しかとしかと。起動したらこんな画面が出ます。まずは Windows 上の適当な場所で右クリックして、コンテキストメニューを開いて設定へ、ニコニコアカウントタブを開いて、このツールでログインするを選択し、メルアドとパスワードを入れます。最近メルアドって言い方しなくなったの気のせい？他は多分いじらなくて大丈夫なはず。そしたら設定を閉じて再び右クリック。動画またはコメントファイルを開くを選択。するとこれが出るので動画 URL を開くを選択し、URL を入力します。今回は、コネクトティーダのチンポ気持ちよすぎだろ。を取得していきたいと思いますと思ったら削除されてましたので、みんな大好き高画質キシメンでやってみます。なぜキシメンをチョイスした？他の動画でもやってみたんですけど、動画時間の長さのせいかうまくいかなかったんですよねー。そこで動画サイズも軽くそこそこ短いこの動画にしました。動画が削除されていなければ上にストリーミングと出ます。この状態で読み込みが終わるのを待ちます。読み込みが完了すると動画とコメントが表示再生されます。ここで動画を一時停止しシークバーを最初に持ってきます。そしてまた Windows 上の適当な場所で右クリックし、コメント取得コメント表示制限から過去のコメントを取得します。1000件から5000件と書いてありますが、実際に一度に取得されるコメント数は異なるようです。ここから過去のコメントを5000件取得を連打して、コメントを大量取得していきます。コメントの取得が完了すると上にローデッドと表示されます。あとは同じことの繰り返し、ひたすら右クリックからのコメント取得を繰り返します。取得の間隔が短いと読み込まれなくなる場合がありますが、一時的なものなのでその場合は少し放置しましょう。また取得したコメントの件数が増えれば増えるほど、動作が重くなっていきます。ですが当てるとコメオンが落ちて全てが水の泡となるので、取得は必ず上の表示がローデッドになってから行ってください。で何回も繰り返しているうちに何も取得されなくなります。そしたらコメントをファイルに保存から、コメントの XML ファイルを保存します。まあぶっちゃけ保存場所も名前も何でもいいんですが、今回は後で行うサキュバスでの作業のために、サキュバスエグゼと同じ場所に、大括弧アウト大括弧コメントというフォルダを作成しその中に、大括弧 SM 番号大括弧動画のタイトル .xml の名前で保存します。ちなみにサイズはおよそ1万個目で 1.7MB ちょいになります。XML ファイルの中身はこんな感じになっています。コメントの番号、投稿日時から、ユーザー ID、プレミアム会員、3DS やスイッチからの投稿であるかの情報まで入っています。というわけで無事保存できたらコメントの取得は完了です。最終工程、動画をダウンロードしてコメントを付け出力する作業です。まずはサキュバスエグゼを実行。するとこの画面が出るのでまずユーザー設定のところに、メルアドとパスワードを入力。そして URL ID のところに先ほどの動画の URL を入力します。そしたら保存設定タブを開き、コメントダウンロードのチェックを外します。続いて変換設定タブから、表示コメント数の数値をいじります。あとは右上の変換を押し、動画のダウンロードエンコード処理が終わるのを待ち、変換が正常に終了しましたと表示されれば完成です。完成ですが、このままだと画質が悪かったりコメントがかぶりすぎたりで、コメントの多さがいきないので設定をいじります。まず動画設定にある共通 FFmpeg の設定を、外部ファイルを用いず、下に直接入力する、に変更し、こんな感じに書き換えてください。コマンドの詳細な意味は各自で調べてください。さらに最小 FPS に59を入れてフレームレートを上げます。次に変換設定タブを開き表示コメント数を、元動画のコメント数以上にしておきます。これで全てのコメントが途中で消えることなく表示されます。コメントの影の種類もお好みで変えてください。今回は 06HTML5 プレイヤー風にします。最後にフォントサイズを自動調整のチェックを外して、全てのコメントを不透明にを 1.0 でチェックをつけます。無事変換に成功したら終了です。出力した動画はアウトコンバーテッドのフォルダの中にあります。
というわけで完成だよ。前回のフローフレムスの高 FPS 化の時より長かったな。一つのショットで完結してないからね。ちなみにさっきの変換作業中にエラーが出てしまう場合は、補正の値を下げてコメントのサイズを小さくしてやると、成功する確率が上がるよ。やっぱ流れるコメントや弾幕はニコ動にしかない良さだよな。今年はゴーアトワッカでかなり賑わってるし、ひょっとしたら覇権を取り返したりなんてことがあるかもね。以上、最近よく見かける大量コメ動画の作り方でした。